水分ナイフの研ぎ方、新品のナイフのカバーを外す、刃ができていると爪に刃を当てるとブレーキがかかり止まる、一方刃ができていない場合スリップする。この方法は体の一部を使うのでおすすめしない。ヌメ革のとこに白棒をすりつける。ナイフをボディに固定する。ナイフがスムーズに進めよう、白棒をアボを使い仕上げる。ヌメ革に水を入れる。スムーズにカットできればナイフの状態は OK。 しかし刃先が鈍くなってきたナイフ、この方は体の一部を使うのでおすすめしない。オイルストーンに油を刺す。一定の角度を崩さないように気をつけて研ぐ。研いだナイフの反対側に返り、バリがあるかを確認。返りがひどいと角度をつけすぎ、返りがないと角度が足りない。慣れないうちは返り張りを感じるのが難しい。研ぐ、切るを繰り返し、経験を積んで得られていく感覚。白棒で中仕上げ。バリをだんだんと感じなくなってくる。青棒で仕上げ。革に水を含ませカットを試す。ナイスな切れ。